はいどうも、松原です。今回はですね、X サーバーというところで、皆さんのドメインを取得する方法を解説したいと思います。まずサーバーっていうのがインターネット上の土地ですね。土地だとしたら今度、取得するドメインというものは住所です。このサーバーが土地、ドメインが住所、この両方が揃えば皆さんの好きなように建物が作れるというイメージですね。その建物に当たる部分が今回のワークショップで作っていくワードプレスブログということになります。それでは今回はドメインを取得していきましょう。まず皆さん X サーバーに申し込んだ後に X サーバー社からこのように X サーバーアカウント設定完了のお知らせ、使用期間ということでメールが届きます。で、こちらのメールの中にある、ユーザーアカウント情報って書かれてある中のインフォパネル、こちらを、クリックしてください。はい、そうするとこのように X サーバーというところのインフォパネルログインフォームというものに、ものが出てきます。ここに会員 ID またはメールアドレス、パスワードを入れていきます。こちらではメールアドレスを入れていきましょう。そしてパスワードは先ほど X サーバーから来たメールの中に、こちらですね、サーバーアカウント設定完了のお知らせって書いた中に、こちらインフォパネルって書いてあるところの一つ上、パスワードが書いてますので、これを使ってください。これを、はい、コピーして、ペーストして、ログインをします。はい。そうすると、このようなインフォパネルというところに入ってこれました。で、ここでなんですけども、まずドメイン、ごめんなさい、サーバーを契約した後に、料金をお支払い、してもらわないといけないので、こちら料金のお支払いをやっていきましょう。料金のお支払いで、こちらサーバーご契約一覧、こちらに申し込んだドメインサーバー ID っていうのが出てきますので、こちらにチェックをしてください。で、こちらなんですけども、更新期間が3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月と3パターン選ぶことができます。それで X サーバーの料金なんですけども、 X サーバーの X10 プラン、これが、今回皆さん申し込んでいただいたプランなんですけども、初期費用がまず3000円かかります。で、これは3ヶ月プランも6ヶ月プランも12ヶ月プランも全部初期費用としてかかってきます。それプラス3ヶ月の、まとめて契約の場合は月額費用が1200円かける3ヶ月で、こちらの初期費用プラス月額費用の6600円が初めに必要になってきます。3ヶ月目以降、4ヶ月目からはこちらに単純に1200円、の月額費用で契約することができます。で、次に6ヶ月プラン。6ヶ月プランは同じく初期費用が3000円かかって、月額費用が先ほどより100円安い1100円で、契約することができます。で、次に12ヶ月プラン。こちらは同じく初期費用は3000円で、月額費用さらにお得になって1000円ですね。1ヶ月あたり1000円の料金で申し込むことができます。ということなので、こちらを、参考に、料金のお支払いをしていただけたらなと思うんですけども、
こちらですね。3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月あります。ですので、まだちょっとどうなるかわからない、ワードプレス本当に続けられるかどうかわからないって方は、もう3ヶ月を選んで、こちらお支払い方法を選択するをクリックしてください。そうすると、こちらですね、7128円。こちらですね、7128円。の金額を、払います。で、お支払い方法なんですけども、銀行振込、クレジットカード、コンビニエンスストア、ページといった支払い方法ができますので、それぞれ、皆さんのお好きなご希望のお支払い方法で決済をしてください。で、ちなみになんですけども、先ほど別の動画で A8.net というアフィリエイトサービスでお申し込みをしたんですけども、これはキャッシュバックが5000円今回もらえます。5000円もらえますが、この条件として、サーバープラン申し込み後、10日以内に料金をお支払いをしてください、と、書いています。ですので、これはできるだけ早く、決済を済ませておいてください。で、その後、今回の、ドメインの取得ですね。ドメインの取得へ行きます。はい。で、今度は、こちらのインフォパネルに戻っていただいて、追加の申し込み。こちらをクリックしてください。で、こちらまだ利用規約、個人情報の取り扱いありますので、同意するをクリックしてください。で、今度は、ドメインの新規取得、こちらの追加のお申し込みをクリックしてください。で、こちらが、大事になってきます。この独自ドメインっていうのが先ほど言った通り、皆さんのブログの住所になります。トップ画面の住所といった方が分かりやすいですかね。例えばなんですけども、僕のブログで言うと、こちらの部分、11-manga.com、こちらが、トップ画面のドメインになります。例えば、11.com とかでもいいんですけども、すでに、別の方が申し込みをされているので、諦めたという感じですね。例えば、こちらは皆さんの個人名でもいいですし、今回例に挙げた中井さんの中井でドットコムとかドットネットとかドット JP とかドット CO.jp とかいうのを選んでいきます。で、ちなみにこういった本当にシンプルな名字ドット CO.jp とかはおそらく基本的に誰かに先に取られています。で、検索をしてみてください。そうすると、ご希望のドメインは、新規取得申し込みができませんと出てきます。やはり予想通り、こちらは、シンプルな名字とか、結構どこにでも誰かが付けていそうな名前とか、そういったものを付ける、をドメインにしようとしたら、おそらく先人がもう使っているので、使えませんって出ますね。申し込みができませんと出てきます。なので、こちらは、なるべく、変わった、ものを入力して、検索とやってみてください。はい。そうすると、この独自ドメインは、申し込むことが可能ですと出てきますので、このまま、申し込むというふうにやってみてください。はい。で、今回ちょっと、僕の方は申し込みをしませんので、このまま申し込みを進めてください。で、同じく、先ほどのサーバーの支払いと一緒で、ドメインに対しても料金を支払わないといけません。ですので、決済関連で料金の支払い。で、そこから、今度はドメインのご契約一覧というところに、このサーバー契約のところの
同じようなものが出てきます。今は、僕の方は申し込んでいないのでお支払いできるドメインはございませんって言ってますが、先ほどの手順で皆さんがドメインを取得した場合、こちらにドメインの、名前で利用期限とか出てきますので、チェックして、このように上のサーバーみたいにチェックして、更新期間を選んでお支払い方法を選択するとやって進んでいってください。ちなみにドメインなんですけども、ドメインの更新期間は基本的に12ヶ月、1年契約になります。で、ドメインの料金なんですけども、ドメインが .com、.net、.org ですと1年間1500円、こちらはだいたい月に100円、何十円とかですね、っていう感じですね。なので、だいたいサーバーとこのドメインを合わすと月1,200〜1,300円くらいの料金になってきます。これがワードプレスのランニングコストになってきます。はい、ではこのような手順で、まずドメインを申し込んでお支払いというところまでやってみてください。はい、では今回はドメインの申し込み方法まで解説をしました。